ちは。こんにちは。イバちゃんさ、はい、日本シリーズとか何回出たの？日本シリーズ5回ですね。そのうち何回優勝してんの？1回です。まあ1回でも豊子さん、うん、聞く、俺に聞く。俺出てねえよ。なんだお前、知ってて聞いてるだろ。お前悪意あるわ。ないない、そんなことない。お前ちょっと椅子変えるぞ、お前パイプ椅子に。やだやだ、クッキー椅子に。クッキー椅子に変える。そのぐらいやっぱり生涯でクライマックスシリーズに出られて、そして日本シリーズに行って優勝するっていうことはやっぱりすごい大変なことってことですね。いや、それは大変だよ。チームで勝たないと自分だけじゃないんですよね。だってシーズンに優勝しても日本シリーズに勝てなかったら、なんか優勝してないかのように思う時あるでしょ。いや、そうですね。なんか最後が負けてるんで、うん、なんかセ・リーグ優勝したのも忘れてますよね。負けて終わるんだもんね。はい、4勝3敗で負けたのが2回あるんですけど、うん、なんか、ね、4勝0敗とあんま変わんないのかなとか。まあそうだよな。なんかちょっと向こう盛り上げただけで終わったなっていうのが、うん、強すぎて。え、どこでやった？まあ、最初出た時は西武ライオンですね。でちょうどパ・リーグがクライマックスや松坂始まった時ですね。はい、うん、ちょうど2004年の時にパ・リーグがクライマックス始めて、うん、優勝したのは当時ダイエーだったんですかね、うん、が優勝したんですけど、西武が勝って、うん、日本シリーズやって、うんうんうん、で次が日本ハムが2006年7年で連続で日本ハムで、うんうんうん、で2010年がロッテで、うん、2011年がソフトバンク。ロッテもし、あれだったな。ロッテの時はね、きつかったです。2試合連続延長で。そうだよな。当時12回、レギュラーシーズン12回だったんですけど、日本シリーズに限っては15回だったんで、うん、15回引き分けの後に確か次の日14回かぐらいまで。いや、そうだよ。俺その時さ、はい、フジテレビの番組で中継して、うん、終わってスポルトっていう番組だったんだよ、うん、はい、朝4時ぐらいから始まったから。朝4時、うん、それ覚えてます。覚えてるでしょ。高木さんがベンチレポートやってたんですよ、どっちかの試合。それは前日かな。前日ですかね、うん、もうなんかもうとにかく延長になって、高木さんがベンチの横にいたなと思う。そうそう、記憶だけあります。いや、それで、おはようございますなのか、はじめがいつもこんばんはじゃない。はい、こんばんはで始めるかって言って迷ったぐらいなの。時間が延長されてるからですよね、試合の時間が。いや、そのぐらい死闘を繰り返したロッテ戦だったよな。12時45分ぐらいに終わったような気がしますね。あのロッテが下克上してきたそのシーズンですよね。そう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 。だから、でもさ、中日は優勝してるわけじゃない、はい、向こうは3位から来てるわけじゃない、はい、やっぱり戦いにくかった。え、優勝はしてないんだぞ向こうはって、シーズン、そういう意識はなかった？ありましたね。最初に出たのも西武が勝ち上がってきたんで、うん、なんかね、当時ダイエーだったと思うんですけど、ダイエーが良かった。あの時ソフトバンクじゃないから、もうソフトバンクですかね、うん、2004年は。だからもう本当になんか、あ、ソフトバンクとやりたいなっていう気持ちではいましたけど、うん、で西武上がってきてね、なんかちょっとね、クライマックス戦ってちょっとボロボロになってて、うん、松坂当然初戦投げるはずなんですけど、うん、もう投げてしまったんで、うん、松坂は2戦目とかになってたんで、うんうんうん、なんか申し訳ないなっていう気持ちで最初なんかスタートした記憶がありますね。ああ、そうなんだ、ね、いろんなこう思い出があると思うけど、今年ね、はい、何年ぶりだっけ、2000何2000年以来じゃないですか、以来かな、はい、あのソフトバンクと巨人、はい、さあどっちが勝つ。僕は4勝3敗でジャイアンツだと思う。忖度してんだろ。いや、ソフトバンクが勝つなら、いや、ソフトバンクが勝つなら4勝1敗で、まあ、あっさりバッて勝ってしまうのかなと思うんですけど、なんとなくあのメルセデスと高橋が頑張りそうな気がするんですよ。山口は、山口は当然だから、そこでもう1勝で、うん、でなんか左にソフトバンク若干、まあ、右よりは弱点があるのかなとは思うんで、うん、でメルセデスが今回良かったので、クライマックス。ただメルセデスさ、抜くボールがないでしょ。そうですよね、ちょっと動くボールなんで、うん、それが高めに行った時にいつも痛打されるんで、うん、まあ、我慢して低めに投げれたら、うん、
勝つんじゃないかなと。あとあの左の高橋ですか、うん、ちょっと抜くボールがあるからね。でももうここで3勝でもう一回山口で4勝っていういや結構ね結構ね感性俺とよく似てる部分があるのよ。やっぱ予想とかそうですよね、うん、いや俺もソフトバンクが勝つんだったら、はい、もう逆に言えば 4-0 で行くかなって。 4-0 から 4-1 ぐらいでもう勢いの、うん、でもジャイアンツが勝つんだったら 4-3 いるなって。へいやそれは一緒そうなんですね。ただし俺の条件は、はい、千賀から千賀と山口は投げさせない。えそれで僕も一緒なんですよ。いや一緒見たんですよ、うん、もう一回調べ直して、うん、そしたらメルセデスと千賀が、うん、なんでしたっけ交流戦やってるんですよ、うん、で千賀が勝ってるんですよ、うん、でも千賀からは序盤に2対0で勝ってたんですよ、うんうんうん、まあ、それメルセデスで終盤負けて、うん、で次山口で勝ってたんですよ、うん、高橋で、うん、これありだなと思ってたんですよ、うん、昨日見てちょうど、うんうん、そうするとまあメルセデスが2回目に勝ってで高橋で勝ってここでイーブンぐらいでね、山口をど、ね、6戦目か7戦目で行ったら、うん、巨人が勝つんじゃないかなっていう読みはしたんですけど、うん、どうですかね。俺は、はい、菅野で頭いかすいや菅野は毎年の状態じゃないじゃない毎年の状態だったら千賀と投げさすと思うんだよ、うん、だけど頼りは山口とメルセデス、うん、この大体2人になってる中心は。そしたら菅野は仮に頭でいっても千賀に投げ負けても納得がいく、うん、今年の状態じゃしょうがないって。で千賀もそんなに簡単には打たれないと思うんだよ。で山口で2戦目を取る。初戦じゃあ菅野投手で巨人は、うん、で山口が負けたらもう本当に 4-1 か 4-0 で負ける。そのままでも山口が止めたら 4-3 で返ひっくり返す。めちゃめちゃ楽しみ。いやだからこのローテーションやっぱすごく気になんない。菅野で勝っちゃったらありますね。いや菅野で勝った、ね、か万が一勝ったら菅野の状態にもよるけどね、うん、でも菅野が先発してもいや巨人のエースだからって言えばみんな納得するわけじゃない、うん。さすがですね。解説者長いですね。解説者長い僕菅野は1回しか投げれないっていう予想だったんで、もう、うん、いや1回投げてダメだった ら,、はい、らもう投げないもう投げない。あ 中でも投げさせない。もう一切もう無理させない。あでもやっぱり今までジャイアンツのエースとして来たわけだからさ、うん、千賀と投げ合う、うん、これはもう当然そうあっていいわけだよ。11勝もしてるし今年、うん、でも勝たなきゃいけないのは山口メルセデス、ここなの。そうなってくると芽が出てくるけど、山口と千賀が投げ合って山口がこけるとちょっと危ないよね。もうね、そうですね、まあ、4-0 まであるよね、はい、うん、あじゃあソフトバンクも千賀投手の時に山口投手の時に千賀投手を当ててきたくないって思ってますか、ソフトバンク。いやそんなことないと思います。余裕があるもん、はい、向こうは。あソフトバンクの方が。そうか、リリーフにも余裕がある。そのピッチャーに関してはやっぱりだって大体ソフトバンクのなリリーフやってるやつ、うんうん、他では先発できるやつがやってるから。そんなぐらい力あるから。強いですね。それ全員150キロ以上投げるんだよ。そうそう、で決め球持ってるし、うんうんうん、そんなリリーフ陣いないもんな。いないですね。多分1人2人巨人欲しいと思うんですよちょっと貸してくれて使ってないのでもいそうな。いやいるいる。でも本来であればサファテだったり、うん、岩崎だったり、はいはい、っていうのがまだいる、まだいるのに今回投げてないっていうか今シーズン投げてないんで、うん、余ってるよ。すごいですね、うん、すごい。いやただそれは球団の力だけどね、うん、育成とかの力だけど、うん、やっぱジャイアンツとは、まあ、投手力は違うよね。あとその巨人サイドは今回 の, そのソフトバンクと西武 の戦いのソフトバンクの打線についてどう見てるんですか。例えば中村選手だったりとか柳田選手、あと今宮選手も最後あれでしたけどびっくりしました。
まあだけど打線はそんなに変わらないよね、うん、そうですね、まあ本当にあの乗ってる選手を作らないことですね。そうだな、まあ、クライマックスこれ終わっても、はい、日本シリーズ行ったら好調とは限らないんで、一回ここで終わってるんで、あ、じゃあ一回ゼロにしてってことですか。ここから始まる好調の選手を作らないことだと思うんですよ、はい、じゃあもう初戦で作らせないっていうことですね、その野田選手も。まあそうだね、さあじゃあどっち予想最後に最後に、高木さんに乗って、なんで俺に乗るんだ。いや先発が本当にその千賀と、うん、ね、山口じゃなかったら、うん、巨人の4勝3敗です、うんうん、俺も条件付きで、はい、山口をずらすんだったら、はい、俺も4勝3敗で。で、ジャイアンツ。ジャイアンツ。もう、これ、鍵ですね、そこ。いや、俺、あのローテーション、鍵だと思うよ。いや、これ、突っ張って、はい、千賀と山口投げさせて、はい、山口こけたら大変なことになる。じゃあ、もう、安全策取って、そこは回避するんですね。まあ、安全策っていうか、うん、確率だよな。やっぱ取る確率、あ、一勝をまず取るっていう感じですか、自己中、やっぱり山口ソフトバンク打線投げている時内容良かったですし結果も良かったですし、7回8回1失点ぐらいだったんで、やっぱりソフトバンク打線でもなかなか打てないんじゃないかなとは思うんで、やっぱ勝てるとこは確実に勝っておかないといけないかなとは思うんで。でも千賀が投げてからもう絶対負けるっていうローテーションの組み方も嫌だけどな。そうですね、あ、それも悔しいけどね。そうすると山口と千賀だと千賀が上みたいになっちゃいますね。まあまあそうだな。でも菅野だったら俺は対面的には全然恥ずかしいローテじゃないと思う。原さんから聞いてないですか、メールしとこうか。